時刻は十一時半を回りました達也藤井のシーズンズレディオメインパーソナリティの藤井達也でございます東京電灯線タマプラゼから徒歩一分 FM サービスイドスイーツコムスタジオからお届けしています観覧の方もありがとうございます今聴いてほしい上質な音楽がそこにあるおもとに私藤井達也がタマプラザの音楽をつなぐ音楽番組でございます 84.1MHzFM サウルス2点生放送そして YouTube ライブでも生放送中でございますのでコメントをじゃしゃししていただければなと思います FM サウルスホームページトップ画面にも表示されていますのでそちらを合わせてチェックしてくださいそして、えー、スマートフォン無料アプリ FM プラプラで全国どこからでもご視聴可能でございますインターネットでも JCBA サイモンラジオから聞くことができますのでぜひチェックしてくださいということで 日、えー、日曜日晴れてよかったんですけどもすいません今日ラジオ生放送なのに、えー、私ラジオえー、寝不足です日本代表がサッカーのね日本代表がドイツ戦3時45分キックオフですよこれ迷いました今日生放送初めての共演さ,あのさせていただくゲストの方もいらっしゃるもう元気な万全万全な状態で、えー、臨みたいすいません寝不足です <laughs> だってすごいいい試合だったんだもん。み見,見えました？いや、まあ、私はニュースだけっていう。あ、ニュースだけ。はいはい、あ、そうですね。はい、やっぱちょっと私あの音楽番組ですけど、まあいずれサッカー番組にしたいということで。<laughs> <laughs> あ、じゃ前回は僕ゴルフ番組にしたいそうですよね。いや、違うやっぱ違います。サッカー番組に。いいはい。10月2周年なんでサッカー番組に変えういやでもドイツ4-1ですよ。すごかった。いやなんかあのね。 寝ないでよかったなっていう試合だったんですよ。本当よかった。まあ見られた方はね、いやあのう不足でもう気持ちいいぐらいの寝不足なんじゃないかなというふうに思うんですけども、えー、次なんかトルコ戦があるみたいなのでね、その時はなんか結構いい時間帯みたいで、はいなので、まあ皆さん見れる方はぜひともね、えー、見ていただければと思います。えー、10月からは、えー、サッカー番組に変わります。<laughs> 嘘です。コロ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 変わんのよ。 いやーなんかもういい年年重ねてきてもうそろそろ軸ブレンズにもう芯通していけるかなと思ったら年重ねるごとにブレちゃうんですよね <laughs> いやブレずにね音楽番組続けていかせていただきたいと思いますのでこの後ね、えー、今日観覧の方もたくさん来てらっしゃってますけど僕初共演でございまして、えー、ゲストの方たちもね、えー、もうきらやかな華やかな 可愛らしい方たち来ていただきますのでいつもと全然違う雰囲気でございますので、えー、楽しみにしていただければなと思います。えー、ゲストの方来る前ですね私藤井田さんのこの曲を聴いてください。愛でいっぱい はい、ありがとうございます。<laughs> はい、今日、アラマ素敵なゲスト来ていただきました。アルカンナビスさんです。よろしくお願いしまーす。初めまして。初めまして。えー、いや、もうありがとうございます。えー、もうこんな、もう可愛らしい方たち来ていただいて、<laughs> すみませんね、本当と。そして観覧の方もたくさん来ていらっしゃる。<laughs> おはよう。ね、まあこうやってね、トークアルバム来ていただいて嬉しいと思いますけど、一番犬に反応してたんですね。犬も可愛いすぎる。こんだけいい大人がいっぱいいるのに犬に負けるっていうのはしょうがないですね。犬が一番。犬が一番。犬が一可愛い。あの今日タマプラーザ。はい。駅。はい。初めて何回か来られたことあります？私結構タマプラ来たことあります。アルバはい。 うれしいうれしい理由はなんか大学の友達が、はい、い大学の友達の個人情報言ってるかなあの、はい、先沼に住んでてそうなんですよ <laughs> でよくお泊りしてて友達の家でなるほどなるほどなんでよく来てましたあそうなんですお二人はありますゆかり初めてで初めてですか、ねはい、じゃあ今日ねこうトークしながら、えー、タマプラザの魅力を、えー、そうですねもう人のがぎっしりであんま見れないですねじゃ帰りとかにね見て頂ければなと思います <laughs>、はい、今日はですね、えー、ゲスト えー、3名来ていただいてまして、はい、アルカナビスさんからリ6人組のアイドルグループでございまして2019年の4月にアビスさんとして結成されてて2021年11月に今のアルカナビス。

女性ファンも多いということで <laughs> なんかそれ私見たんですけど、はい、どういうことと思って <laughs> お姫様とギャル <laughs>、はい、みんな笑んでそうですよね <laughs> 初めて知りましたそれ、うん、あ本当ですか、はい、ちなみに今日はお姫様 だけということでよろしいあ、まあ多分そういうことだと思います。はい、六人組の担当を聞きます。お姫様担当です。六ファンの方それ合ってますかね？大丈夫ですあ、合ってます。待ってちょっと苦笑いしてるみんなが。笑ってないでえ、まあ六人組ですから残りの三人がもしかしたらギャル中心なのかもしれないですけど。まあどっちかと言えばでもそうかもしれない。見た目的には。あ、そうなんですね。じゃあ合ってましたね。はい。ウィキペディアのにも載ってましたけども。あ、そうなんだ。チームお姫様で今日は。そうね。チームお姫様で。で六人組でございます。はい。で えー、10月3日にね、えー、ファーストシングル「えー、表題曲の、はい」の「月中リリースということで、はい、今ちょうどリリースイベント中ということで,で、ね、今日もねお忙しい中足を運んでいただいてますので、はいえー、皆さんねぜひとも最後まで楽しんでいただければなというふうに思うんですがまず初対面なんですよ僕全然もう多分世界中の誰よりも人見知りしないんですよ。すすごいい羨まましいち,ちょっとすみません しなそうってうどこを見てしなそうって言いました僕のなんかえ、はい、も髪の毛の色 <laughs> あなたも明るいでしょう。明るいであしない人見知りしますよめちゃめちゃあじゃあ髪の毛の明るさでは人見知りするかしないかはわからないですよねいやでも髪の毛明るい人大体人見知りしない <laughs> 本当本当ですか <laughs> じゃしなさそうな感じはいちょっと今日は僕の圧力にあ、有沙さんはいあ 起きてますか。起きてます。あよかったです。す早いおき担当です私は。早起き担当。はい、早いおき担当っていうのは <laughs> えっとおばあちゃんなんですか。<laughs> 生活はそうかもしれません。あ、ね、生活サイクルは。じゃなん<早>今日ちなみにまあ何時に起きた。今日は七時にアラームかけておきました。でも昨日ネタの一時とかでちょっと遅かったので。はい。 まあ普通です <laughs> いやわからないだいたいまあ CG ぐらいが普通いつもは6時に起きて、はい、あらい,いつもの方が早いですねすで今日はちょっと時間のスケジュール的にちょっとゆったりな感じではいき担当さんでございますねえ、レいなずさんはどんな担当みたいなあるんですかどんな担当でも私結構喋り担当かもしれないですけどあ<ら>めっちゃ喋る担当です多分あ、じゃあちょっと困った時はレいなずさん <laughs> <laughs> んですはいや、多分今日しゃべり担当として呼ばれてます、ここに。はその事務所内でのこの選抜として。<laughs> はい、なんかとりあえず、や、なんか、よ、やっとけば、しゃべるなみたいな、ね。多分、今日呼ばれてます。すね、じゃあ、あの。降らない方があんまりいいですか。振いや、でも、降ったら喋るんで。あら、よかった。もうたくさん来られてますから。そありがたいですね。<う>今日もね、可愛い,い衣装で来ていただいてます。そうなんですよ。うん、この後も、なんかリリースイベントがある。はい。横浜で。あら、まあ。じゃ、このまま電車乗って行かれるんですね。 ちょっと悩んでますねどうしよう。まあで三人いれば怖くないかもしれない。電 <laughs> <laughs> 車でも。いや赤信号なんかの話じゃないんですよ。<laughs> そうなんですけども、もあでもたくさんライブしてると思うんですけど、月何本ぐらいライブとかしてるんですか？でも十、うん、ちょいじゃないですかね。うん、多分。そっかでプラス今リリースがあるからちょっと多めに。うん、何が面白かった？うん、今目が合っちゃって。えっとい犬とですか？ ファンの人んあ。あファンの方ねが。ね、<laughs> ちょっと今仕事中ですか、集中してください。<笑><笑> <laughs> そっかそっか、リリースイベントどれぐらいの頻度でも、リリーフ。毎週週末は、もうずっと、まあ。毎週やりたいですよね。あ、まだ毎週。え、もう十月か。<laughs> はい。そうで,すでも、こっからですよね。でも、普段のライブもありますから、胎盤が気温ですか。そうですね、うん、割と。定期公演、なんか、こう。アイドルの、か、その、今日初めてかな、女性のこう、ライブアイドルさん。 が自体が多分初めてだと思うんですけど、あんま僕もこう詳しいわけではなくて、でこの前回かな前の時に男性のこうアイドルの方が来ていただいて定期公演やってますみたいなあったんですけども、この神戸さんは定期公演やって定期公演はうつもやってます。月に一回。月に一回。はい。そう場所も決まってるんですか？そうですね。 場所はちなみに新宿でやってるんですよ。あららら新宿で,で。毎月テーマ決めて、はい、そのテーマに沿ったライブを定期公演ではやってて。はいはい、ほら今月はあの本気のパジャマ公演っていうテーマで。<laughs> なんですかそれちょっと日付だけ教えてくださいあのぜひでも行きたいですね <laughs> パジャマ。えっと九月十三かな。九月十三日ですね、はいはい、もうすぐじゃないですか。そうなんですよ。 ちょっとご飯会会食入ってました。あらららら,ら。ちょっと来月、まあ、毎月やってるんで毎月やってます。はい。<laughs> ありました。ちゃんと見ましたけど、本当に入ってましたね。は, <laughs> はい入ってました。ちなみにラジオさっきちょっと裏で聞いたんですけど、ラジオはみんなではないですか？このアルカナビスさんではラジオ出演ないです。初、はい、初めていただきましてありがとうございます。ありがとう本来はね、六人全員で来ていただけるのが一番だと思うんですけど、うん、まあそれ。 まあ一時期コロナ禍でもあって人数絞ってたりとかもあったんですけどまあ今はねあんまりないんですけど多くいすぎると30分番組なんで <laughs> 確かにねえ有田さん一番喋りたいのに喋れなくなっちゃうじゃないですかそうですね嘘ですごめんなさい <laughs> <laughs> えシロ野さんははいこうラジオは自体は初多分初初、ね、初めめめてててだよねですあ ここなんか前のグループも一緒だったとかってことですか。あ,ここあ、ここの時代がはい初期メンバーではい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 ,はい、はい、同期なんですよ。なるほど。じゃあ今日初ということそうです。どうですか今日ラジオこうやって初対面の MC と一緒に。なんか外が気になっちゃいますね。<あ> <laughs> 皆さん気になっちゃってるらしいですよ。あ可愛い,い帽子の男の子いる。<laughs> <laughs> ねいやそうなんですよ。ね気にな、ま、プラザはね、うん、すごいファミリーが多い場所って。 あのお子さんもすごい多いんですよ。そうなんですよで今日ねコメントもね YouTube やってますので,でこれアルも残りますので<ー>え皆さんぜひともコメントもねジャンジャンしていただければなというふうに思います,いま,す、えー、まず <coughs>、まあ、今ちょうどもう9月、まあ、夏終わったまあでもちょっと暑いですけどもうん、うん、アルカナベスさんとしては多分夏いろんなライブなんかこう水浸しになるようなライブとかもされてたじゃないですか。<laughs> あのちゃんとチェックをさせていただいてるんですよ。あ,すあのレイナズさんがあの寝坊したっていうのもちゃんと <laughs> はい、はい、あの本日も寝坊しました私、はい、あのちゃんと寝坊したけど間に合いますっていうのはすみませんあのちゃんとチェックさせていただいてたんですけどライブ以外に何か三人で夏の思い出みたいなのあります <laughs> ライブ以外 <laughs> みんなでってこと <laughs> みんなでもいいですし別に個人でもいいですよなんかみんなでメンバーみんなで、はい、今年の夏は絶対にビアガーデンに行こうっていう話をしてて、うん、はい。 でもちょっと忙しくてなかなか予定が合わなかったり6人いるんで、うん、6人の予定を合わせるのがまず大変でライブの予定も入ってきてっていう感じで、はい、まだ行けてなくて行きたいなーっていう気持ちはずっとあって。ま,じゃまだ残暑ですから まだビアガーデンもやってると思います私は、まあ、もうちょっと涼しくなってからでもいいかなっていう話を今メンバーでしてます <laughs>、ね、暑いから、ま、多分ビアガーデンじゃなくて普通の居酒屋になりそうですよね、まあ、そうですね <laughs> あれでもバレますかねビアガーデンの方が、うん、え白野さんはどうですかえ本当にライブ以外の夏の思い出がなくて<ら>本当に一個もないです <laughs> らじゃあそのビアガーデンがぜひともねメンバー内でそういうイベントを開いてもらわないと夏の思い出が本当に プールっってなかったあプールは行ったけど、ね、そうだねプールはちょっと思い出には入らない <laughs> プールとかやっぱ向いいてないかな <laughs> <laughs> そうなんだ <laughs> やっぱちょっとおお家でゴロゴロする派なのであれって向く向かないの話な行きき嫌いは分かるんですけど本当にえプールもうわざわざ箱根の山奥までもう何時間もかけて行きたいんですよ <laughs>、はい、えー？ すごいユネッサンユネッサン行ったことありますよ抹茶風呂なんかコーヒーブローフあコーヒーありますそうそういう映えるところみたいな感じで行ったんですけど私もう30分もしないようにうちに飽きちゃってはい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 いやーちなみにあれ温泉ですねプールってよりあーでもなんかあありますありますありますけどそうユネッサンとかちなみに箱根って言ったらもうあそこしかないあそうなんですかあの有名なところはそれ良かったですねもうまあちょっとまあまあ思い出ですよねまぁまぁはいアリサさんは ハリサさんは極力お家から出たくないので、私も夏の思い出ないですね。隠居集団なんで。なるほど。なるほどでも隠居集団って言いますけども、なんか僕いろいろ調べさせてもらったら、六人中三人もあの X ツイッターだった X のプロフィールにお酒を書いてあったんで。あでも。カカボールさんですね。カカボールカカボール大好きです。プロフィールにあのまあお酒好きですなわかるです。カカハイなんかチームチームかなんか。 うとしますもうもうあの商品名で書きました <laughs> <laughs> もう送ってもらおうとしてます d いやほんとでもよくあの角廃ボールの差し入れとかもたまに頂い,いて<っ>もう助かってますハマ <laughs> 中中っててますよ、よ <laughs> やられてるよ <laughs> え、どんなお,お酒が好きなんですかレイナさんは私でも結構何でも飲むんですけど、うん、なんか最近焼酎が全部飲めるようになって、うん、最近芋焼酎はまってます 麦より芋いっちゃうタイプ。麦よりいですね。でも一番好きなのはそば焼酎が好きです。いいね。大好き。もうえちょっと心におじさんがなんか。えよく言われます。ですよね。ちょっと中身おじさんなんです。中身おじさんチェック。お姫様なんですけど中身はちょっとおじさん。ねちょっと気をつけましょうね。有りささんお酒飲むんですか。 私は飲めなくて牛乳が好きなんですって言いたいんですけど書いてましたね牛乳日本酒好きなんですよね私大嘘つき始めたかと思っちゃったあアルカお酒飲みすにした方がいいですよえでもなんか別にそういう意味じゃないんですけどアルカナビスのあるはアルコールのあるなのってよく聞かれますねメンバー全員飲むんですよ好きだからねはい それは事実なんです。いや、本当に全くたまたまなんですよ。はい、アルカナって女神って意味なんで。はいはい、はいはいはい。ちょっと本当にたまたまアルコール全くかけずに決めた名前だけど。はい、なんかあまりにメンバーがみんな酒を飲みすぎて。よく言われます。<laughs> アルコールのある、ね。音楽番組でございます。<ら> <laughs> 失礼致しました。ね、あのお酒の女神という方でて。お酒の女神さんがね、<laughs> えー、最初に来ていただいてますけど。だから、リーダーは。あの、篠野さんだと思うんですけど。はい。なんか、一番。 お前6人もいたらちょっとね大人数だからこの子世話かかるなみたいな,なんかありますいやもう例ナちゃん一択でしょこれは<あ> <laughs> 確かに名前もちょっと癖がありますう<や>。<laughs> でもおすしの名前なんかすごい心配になっちゃうよく物をもう絶対どっかに置いてくる落としてるあと忘れ物あ忘れ物も 多いしやっぱあの、うん、寝坊しちゃうところですかね。なんか僕初対面なので、うん、どっちかと言ったらちょっと一番しっかりしてそうな雰囲気は。<laughs> これは悪者ですねでもあのなんかなんかわかんないけどすごい言われるんですよしっかりしてそうって本当に全然してなくて別にしっかりしてそうな雰囲気はわざと出してないんで出してないしっかりしてるつもりもないけどまあそう見えてるならたまにミスしてもまあ許されるとこかありがたいですけどもそれ見て有沙さんどう思うんですか私人の話 聞かないのでちょっとあ人のこと言えます。ね、<laughs> あのぜひともあの二回目ね <laughs> ラジオ出演するときは違うメンバーの方,の方,の方がいい。<laughs> <laughs> まあ練習ですね。今日はね今日は練習全然練習ぐらいでいいんですよ僕のねこういう番組なんてもう <laughs> 本当にでもねこうすごいあっという間なんですが、はい、まあ今ちょっとちょうどねリリーベ中ということであの次曲ね。 かけけていいたただきたいんですけど次の10月3日のリリースの「ゲッチュ」はでもなんかあの作ってくださった方、はい、曲を作ってくださった方が結構ずっと「アルカナビス」の曲を作ってくれてたので、はい、そのメンバーのキャラとかグループの色っていうのをすごい理解してくださってるので、はい、なんかちょっと今の「アルカナビス」らしさみたいなのをすごい前面に出した感じの曲を作って。うんうんはい いただきました。あらまあ、はい、じゃあ、それでは曲振りよろしくお願いします。はい、それではアルカナピスのファーストシングル曲聞いてください。げっちゅう。 ははい、はい月<中>なんか僕35なんですけど、はい、僕の世代にすげえ刺さるような曲調とかなんですよ<ー>、はい。なんかよくファンの方とかにも言われますね、はい、なんか懐かしい感じがする曲調みたいな。うん、なるほどなるほどいやなんか今のね多分いろんなアイドルの方いらっしゃる、まあ、曲調とかもいっぱいあると思うんですけどうん、うん、僕の世代は結構はまっちゃう感じの。わえ 嬉しいハマ、はあ、っていいですかねぜひぜひしかもファンの方もそういう方が多いってことはちょっとあのよろしくお願いしますすいませんあなただったらはい、ね、りご引きに <laughs> よろしくお願いしますはいということでですねはいということでメッセージが来てます<お>はいはいあげおのりすおさんから来てますねあげお、はい 埼玉の方かな？分かんないですけども、はい。埼玉ですね、はい。あ、本当ですか？うん、藤井さん、はい。えー、アルカナビスの白野リナさん、あリサさん、レイナズさん、エムサレスシーズンスラジオを聞きの皆さんこんにちは。こんにちは。ちはえー、藤井さん、アルカナビスさんに初めまして。 えー、J リーグは大宮、お、サッカー好きなのかな ?J リーグは大宮と町田、w ーリーグは大宮、アルディージャ、ベントスと、埼玉、セーブ、埼玉の回し者のとですかねえ、パナソニックオス27歳でございます。えー、私と同じサッカーチームを応援する仲間から、アルカナメスさんの白の皆さんを応援してほしい。 言われてわ<ー>ハローアゲインの白野、えー、さんの、えー、バージョンとレイナさんのバージョンを聞いて、うんえー、アルカナビさんも応援するようになりました。えーえー、現在は白野さんとアリサさんを押すことになり、えー、ツイッターをフォローしました。うん、アルカナビさんがシリリースことするということで本当にびっくりしました。うん、アルカナビさんと白野のレイナさんとアリサさんレイナさんの、えー、これからの、えー、ご活躍を期待しております。うん、ということです。 ありがとうございます。こうやってお便りくれる。嬉しいですね。あげようでもライブしたいですね。行く行く。まあここまでね埼玉の回し物をなんするんでちょっとあげようのね視聴のコネクションがありそうな感じもしますけども。もうコネとかあったらねあったらいいです。あったらぜひ。ぜひともねそういう時あったらねあの M M C で使ってくださいね。多少かな。使え喋れるから。 他の口から生まれたんでいつでも喋れますか。<laughs> えー、この反応はえー、呼ばれません。<laughs> <laughs> はいということでどうですか？あっという間の三十分。早い。はいどうでした？えー、ちょっとレイナさんから。 そうですねんか本当にあっという間すぎてあと5時間ぐらい喋れそうなんですけどええ迷惑です皆さん応援してる人迷惑ですよ時間ね。ううんじゃないですよね気持ちですよねいやもうなんか全然もう今日持ってきたネタが全然喋れてなくてあ本当ですかあと5時間ぐらいあの噴水のとこで勝手にやってるんです演説。はいですえっと白のりなさんはいりなさんはどうでしたか え初めてだったんですけど、こうやってなんかメッセージいただけたりとかが、ね、本当になんかラジオっぽくてはいラジオですねすごいラジオっぽいなって思って <laughs> ラジオなんですけね <laughs> すごい嬉しいですはいぜひは、ね、ありがとうございましたコメントもねたくさん来ていらっしゃいますからえー、そして最後アリスさんいかがでしたちょっとね苦手かもしれないですけれども。はい 一言も喋れないと思ってたので、うんはい、声をお届けできて、よかったです。<laughs> <laughs> ちょっと、有田さんはね、本当に、あの、あと1時間ぐらいやってほしいです。<laughs> はい、でも、またね、あの、ぜひとも、まあ、リリース、まあ、どのタイミングでもいいんで、来ていただければなというふうに思うんですけど、また、なんか。 ぜひとも来てください。毎週行きます。毎週やってないんです。二 <laughs> <laughs> 週間に一回。なの毎回行きますあ。もうね、あの会社の方でもつながったので、あ,<れ>あのちょっとゲストいなくな。あ、いないな、どうしようかなっていう時、ちょっと本当に呼んでいいですか。あ、本当に、本当に呼んでいい。是非是非でも、次はね、あの僕がお会いしたことない三人をじゃああ。ギャル組。ギャル、あ、ギャル組、ね。はい、はあ、ぜひともね、呼び出させていただきたいと思います。はい えもうあっという間な30分なんですけども今日来ていただいてありがとうございますねファンの方もたくさん来ていただいて YouTube のコメントもねありがとうございます。え本日、ねえー、来ていたただきましたアルカナビスさんから えー、白のリラさん、えー、アリサさん、レイナズさんでございます。皆さんぜひともね SNS とかもチェックしていただければなというふうに思います。はいえー、ワンマンとかもありますもんね。ぜひとも皆さん、はいえー、応援していただければと思います。本日も記憶ジャパンの提供でお送りしました。アルタナビスさんでした。皆様ありがとうございました。また会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。